はい、こんにちは、ビッグボーイです。デスティニー2オープンベータ続きやっていきます。現在目的、ここ指令船に連れてきてもらったから、ここのシールドを破壊する。でスーパーチャージとかの特殊技の出し方とか分かったんで、その辺使っていこう。こっちいる。ただなんだろう、あ、痛い。ジャンプができるのに、ジャンプしている間に銃を使うっていうことはどうもできないそうで、ジャンプ動作中にあくまで銃撃は立ち止まらないと出ないっぽい。図面ダウンロード。図面を見つけられると思います。よし、シールド生成器はクレード最下層です。シールド生成器にたどり着く。ここか。この武器さえあればこの辺は問題ない。あと、そうだ、もう一つ武器ショットガンがあって、石金はめちゃめちゃ強いけど弾が少ない。シールド張って、あ、痛い。ほら、あ、痛い。あ、入ってきた。あ、スーパーチャージ完了。まだ取っとく。スーパーチャージのね、特殊技すんげえ強いから温存したいけど、あいつ強そう。シールド突っ込んで、おりゃ、よし、倒した。状況報告しろ。ああ、弾薬が残り少ない。火炎ピストルのあれも燃え尽きそうだ。イコラから連絡あったか？預言者を探しに行ってからはない。こっちだ、来い。こういうところアイテムあったりすんのかな。ない。デッドスペースをきれいにしたような感じというか、この辺は。おっと、痛い。あ、しまっちゃった。一旦出て、うわっ、痛い。シールドすぐ剥がれる。これ貼って、うわ、ここにもいるな。リージョナリーを倒しちゃって、奥から狙われてる。おりゃ、くっついた。おっ、いてててて、シールド。結構さ、難易度高くないか、デスティニー。すぐ体力減っちゃう。スーパーチャージ完了。あ、あれ敵か。スナイパー？よし。あー、なんかでかいの来てる。シールド。あ、どこ行った。いた。よし、ここは行くぜ。おらおらおら。切れた。これ切れたらさ、すぐ目の前で終わっちゃうのがね、ちょっと痛い。シールド。あー、死んじゃうかも。なんとか逃げた。グレ。ブラン倒したい。イージュナリーも倒して、よし。おわ、まだいる。今のボスじゃないのか、結構強かったけど。詰めよう。あ、殴る。よし。敵反応あるけど。進行方向は、あ、下行けんのか。ちょっとここで降りたのまずかったかも。オッケー。シールド張って。オッケー。なんかまだ銃撃音がするんだけど、まだ降りれる。シールド生成器はこのすぐ先です。おっ、よし。生成器を壊せばいいんだな。で、シールド。痛い。うん。スーパーチャージが溜まってない。あ、やばい。おりゃ。お前詰めすぎだろ。見て。よし、倒した。よし。とにかく弾をたくさん集めてありったけぶち込んでいくスタイル。よし、タービンを破壊すればシールドが弱まるはずです。よし、これ撃っちゃえばいいの。あそこか。よし、その調子です。あと2つ。これ降りたら死ぬよね。あ、横ギリギリなら歩けるけど熱い。あ、ここ下に入ればいいな。よし、熱レベルが上昇。そのまま続けて。これ引かれたら死んじまうな。次こっち。やりました。シールドダウンです。ザバラ。司令官から逃げる。アワンダ、船の上甲板に行きます。アワンダ、誰か。なんとかして助けないと。無駄だ。光なき世界歓迎するぞ。ガーディアン、何か変です。させてやろう。弱い分際で光を授かるのもおこがましい。我が名はガン。お前の光が我がもらう。お、ナビゲーターを開く。あ、こっからとりあえずまあストーリー系は終了で、クイックプレイ、これは多分 PVP。 こっちはストライク。こっちはあれ、こっちも対戦モード。まあ敵にとりあえずはやられるっていうお約束パターンだけど。さて、これ協力ってことは別のプレイヤーが参加してくると思うんで、短いけど今回ここまでにして、じゃあ次回は PVP もやってみたいけど、これなんかストーリーっぽいから、反転したスパイやストライクからやっていこう。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。